むかしむかしの物語。さあ今回むかしむかしの物語で取り上げるお題がですね、はい、まあ、先月のウニムーチーに続いて月またぎの食べ物シリーズということらしいのですが、はい、今回はね、はい、お餅に続いて洋食です。パンケーキです。あ、美味しそう、はいはい、パンケーキのお話をパンケーキというタイトルでお届けしようと思います。なんか昔話じゃないみたいですね。そうですね、はい、まあ、あの日本人の感覚からするとパンケーキってなんか、あ、それを新しい西洋のものだと思ってしまうのも古い人間だっていう証拠かもしれないですね。モダンなおしゃれなおやつ、はいはいはい、皆さんはあの子供時代によく食べたおやつに出ると嬉しいあのパンケーキがどんな風な活躍をするのか、楽しみに聞いていただきたいと思います。はい、それでは物語が終わった後またお会いしましょう。昔々の物語第63話、パンケーキ。昔々、ノルウェーのある村に一人のお母さんがいました。お母さんにはお腹を空かせた7人の子供がいました。そこでお母さんは母牛が生まれたての子牛のために最初に出すミルクを使って子供たちにおいしいパンケーキを焼いてあげることにしました。子供たちはパンケーキを焼くお母さんを取り囲んでいました。おじいさんは少し離れて座ってみていました。ねえ母ちゃん、パンケーキを一切れだけちょうだい。お腹が空いちゃったよ。ねえ大好きな母ちゃん。ねえ大好きな優しい母ちゃん。ねえ大好きな優しい素敵な母ちゃん。ね、大好きな優しい素敵な一番の母ちゃん。ね、大好きな優しい素敵な一番のあったかい母ちゃん。ね、大好きな優しい素敵な一番のあったかい親切な母ちゃん。ちょうだいちょうだいパンケーキ、早くちょうだいパンケーキ。まあまあお前たち、もう少し待つんだよ。待つってどれくらい待てばいいの？これをひっくり返すまで。そうしたらみんなパンケーキを食べられるよ。ほら見てごらん、ふっくらおいしそうに焼けてきただろう。うわ、本当だ、おいしそう。それにとってもいい匂い。あは、早く焼けないかな。もう僕お腹がペコペコだ。さあ、これを聞いて心穏やかでないのが誰やろう。当のパンケーキです。おいおいおい、するってと何か、焼き上がったらおいら食われちまうのか。冗談じゃないよ、まったく。何としても逃げないと。パンケーキは体を折り曲げフライパンから飛び出そうと跳ねてみました。しかしまだ十分に火が通ってなかったので体が柔らかくうまくいきません。まだ焼けてない側を下にしてフライパンの中に戻ってしまいました。焦るな焦るな、こちら側も焼ければ十分な硬さになる。焦げつかないようにじんわりじんわり、そろそろいいかな。今だ、それ。硬くなった体を弾ませフライパンから勢いよく飛び出したパンケーキは床に落ちると車輪のように転がって戸口を抜け道に出ていきました。大山、なんてこと。ちょっとお待ちよ、止まりなさいったら。おあいにく様、食われてたまるけってんだ。お母さんは片手にフライパンを、もう片方の手にお玉を持って逃げていくパンケーキを追いかけました。七人の子供たちも後に続き、おじいさんもひょこひょことついてきました。待て、逃がすもんか。パンケーキ、誰かそのパンケーキを止めて捕まえて。お腹空いたよ、私たちのパンケーキを返して。パンケーキ、柔らかくて年寄りにも食える、パンケーキ。変だ、
ものなら追いついてみろ。あばや。パンケーキはコロ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 すごい勢いで転がって、どん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 遠ざかり、とうとう見えなくなってしまいました。お母さんがきれいにまん丸な形に焼いてくれていたのが幸いしたのですね。パンケーキはさらに勢いを増してコロコロくるくる転がっていきました。すると、おいおい、パンケーキくんじゃないか。おいおい。いや、おいおいおじさん、こんにちは。おいおい、そんなに急いでどこに行くんだい。ちょっと止まって、この私に君の味見をさせておくれよ。おい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 。やなこった。おいらは今お母さんと食いしん坊の子供7人とおじいさんから逃げてきたところだ。あんたなんかに捕まるもんか。おいおいおじさん。おいおい、そいつは残念だな。おいおい。パンケーキはさらに転がっていきました。すると、こっこっこ、こんにちはパンケーキさん。こっこっこ。やあ、めんこいめんくいのめんどりさん、こんにちは。こっこっこ、そんなに急いでどこに行くの。ちょっと止まって、この私に美味しいところをつつかせなさいよ。こっこっこ、こっこっこ。いやなこった。おいらは今お母さんと食いしん坊の子供7人とおじいさんとおいおいおじさんから逃げてきたところだ。あんたなんかに捕まるもんか。めんこいめんくいのめんどりさん。あら、そう、それは残念。こっこっこ。パンケーキはさらに遠くまで転がっていきました。すると、こかーこかっこ。よー、パンケーキ。こかーこかっこ。やあ、惜しい男前のおんどりさん、こんにちは。おかーこかっこ。そんなに急いでどこに行く。ちょっと止まって、この俺に君の味見をさせないか。こかーこか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 。やなこった。おいらは今お母さんと食いしん坊の子供7人とおじいさんとおいおいおじさんとめんこいめんくいのめんどりさんから逃げてきたところだ。あんたなんかに捕まるもんか。惜しい男前のおんどりさん。そいつは残念なことだ。こかーこかーこ。パンケーキはさらにもっと遠くまで転がっていきました。すると、なな、ちょっと待ってよパンケーキちゃん。なな。おや、あんたは明るくて愛想はいいけど秋っぽいアヒルさん、こんにちは。なな、そんなに急いでどこに行くのさ。ちょっと止まって、あたいにあんたをつつかせてよ。なな、なな。やなこった。おいらは今お母さんと食いしん坊の子供7人とおじいさんとおいおいおじさんとめんこいめんくいのめんどりさんと惜しい男前のおんどりさんから逃げてきたところだ。あんたなんかに捕まるもんか。明るくて愛想はいいけど秋っぽいアヒルさん。あれ、まあ残念だわん。パンケーキはさらにもっと遠くの先まで転がっていきました。すると、わわわ、おいそこ行く、パンケーキ殿。わわわ。あ、我慢強い頑張り屋のガラガラ声のガチョウさん、こんにちは。わわ、そのように急いでどこへ行くおつもりか。しばし休んで我が輩に貴殿の美味なる体をつつかせたまえよ。わわわわ。やなこった。おいらは今お母さんと食いしん坊の子供7人とおじいさんとおいおいおじさんとめんこいめんくいのめんどりさんと惜しい男前のおんどりさんと明るくて愛想はいいけど秋っぽいアヒルさんから逃げてきたところだ。あんたなんかに捕まるもんか。我慢強い頑張り屋のガラガラ声のガチョウさん。それはまあなんとも残念無念。わわわわ。パンケーキはもう気が遠くなるくらい遠くの森のそばまで転がってきました。すると、パンケーキくん、こんにちは。おっと、これはこれは、ことのほか根気強くて怖いもの知らずで小太りの小豚くんじゃないか。こんにちは。こんなところで会うなんてじゃ失礼。ちょっと待ってよパンケーキくん、どうしてそんなに急ぐんだい。だってさ、ここに来るまでにおいらは
お母さんと食いしん坊の子供7人とおじいさんとおいおいおじさんとめんこいめんくいのめんどりさんと惜しい男前のおんどりさんと明るくて愛想はいいけど飽きっぽいアヒルさんと我慢強い頑張り屋のガラガラ声のガチョウさんから逃げてきたんだ。オイラに声をかけてくるのはオイラを食べようとしている連中ばっかりなんだもん。君だってそうだろ。いやいやとんでもない、僕は違うよ。ほっ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 、ここまで来たんだからもう急がなくてもいいじゃないか。一緒にのんびり森を散歩しようよ。え、まあそういうことならそうしよっかな。すっかり心を許したパンケーキは小豚と一緒に森の中へ入っていきました。しかし少し行くと目の前に小川が流れていました。小豚はとんと気にせずジャブジャブと水の中に入っていきましたが、あれどうしたのパンケーキくん。ああ、おいら泳げないんだ、ほらふやけちゃうからさ。ああ、そうなんだ。だったら僕の鼻に乗っかりなよ。そうかい悪いね。じゃあ、パンケーキはひょいと小豚の鼻の上に乗っかりました。すると、あれどうしたの。ことのほか根気強くて怖いもの知らずで小太りの小豚くん。いい匂いだねパンケーキくん、美味しそうだ。ああ、本当に美味しそうな匂いだ。たまらない、たまらないよ。あの、ことのほか根気強くて怖いもの知らずで小太りの小ぶ。いただきます。やめろ。小豚はパンケーキを口いっぱい。いっぱいに頬張り、美味しそうに食べてしまいました。こうしてパンケーキがいなくなっちゃったので、このお話はここでおしまい。はい、というわけで、はあ、かわいそうに最後は食べられてしまいましたね。だいたい食べられますね、こういう手の話ってね。まあでも食べられるためにっていうか、それが使命のようなところありますから ね、パンケーキにとっては、はいはい、これパンケーキってフライパンで作るからパンケーキ、はい、食べ物のパンではないよっていう。ああ、パン的なケーキではないっていうことですね、はい、ああ、なんかパンケーキ、ホットケーキのことをパンケーキって言うんだっていうすり替えが行われたのが割と大人になってからそうですよね。あれホットケーキじゃなかったのみたいなね、どんなものと思ったら、あ、ホットケーキみたいなね、うんうん、ホットケーキに見えるけどこれは何が違うんだろうと思いながら最初食べました。スパゲッティじゃないのと思ったらパスタとか言っちゃったそういうことですね。はい、はい、さあ、これ膨らますものがパンケーキで、はい、ね、膨らまさないものはクレープと。あ、そうなんですか。はい、材料一緒なのパンケーキとクレープって。卵、小麦粉をちょっと水で溶かすか牛乳で溶かすとか。あ、そうなんだ。じゃあ、ホットケーキミックス的なものを買ってきて薄く伸ばしたらクレープが焼けるってことですね。なんだけど、なんか違うって言われてる。ホットケーキミックスにはふくらし粉が入ってんじゃないかな。あ、そっか、膨れちゃうんだ、うん、膨れちゃうんです、ベーキングパウダーで。そっか、はい、なんかちょっと一つ覚えました、ためになりました、ありがとうございます。はい、はい、そっか。あ、でも何ですか、ノルウェーなど北欧でも本来は膨らまさないって書いてありますよ、このパンケーキ。あ、解説によるとそのようですね、はいはい、一応ノルウェーのお話ということで今回お届けしたんですけども、はい、ええ、このパンケーキはロシア風、ノルウェーのお話だけどロシア風なんだって。複雑ですね。複雑ですね、はい、まあなんかインターコンチネンタル的な分かんないけど、うん、ね、なんかね、はい、はい、まあ、国際化に慣れている今の世代の若いお
子様たちには簡単に理解できることなのでしょう。はい、さあというわけで、次回は一体どんなお話になるかお楽しみに。はい、語り部は氷上京子と石田明でした。